暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。1997年亡くなった人で、オーストリアの精神科医にビクター・フランクルという人がおりました。この人はユダヤ系の人であったために、第二次世界大戦中ナチスに捕らえられて、アウシュビッツやダハウの収容所に入れられ、九死に一生を得て生還した人でございます。再び自由になった時に、フランクルは自分の収容所体験から数多くの本をものにいたしましたし、またロゴセラピーと呼ばれるセラピーを編み出しました。これは人はお金または権力、快楽、そういうもので生きるのではなくて、人を生かすのは意味であること、人が自分の生きることに意味が見出せるときには、どんな状況に置かれていても生きていくことができるということを説いた療法でございます。ロゴセラピーの一つの例にこんな話があります。あるところに大変仲のいい夫婦がおりました。ところが妻が夫に先立って死んでしまいます。夫は身も世もなく嘆きまして、どれだけ人が慰めても自分の悲嘆を癒すことができません。そこで人々はこの男をフランクルのところに連れてまいりました。でフランクルはこの男の人の嘆きを聞き、姿を見て言ったそうです。あなたは奥さんの死を非常に悲しんでいるけれども、ではいっそのことあなたが先に死んだらよかったですね。それを聞いて男は、いいえ、そんなことはできません。私の最愛の妻が今私が通っているような苦しみを味わわなければいけないというようなことは決してさせることができません。それを聞いてフランクルが、ではあなたは今奥さんの代わりに苦しんでいるではありませんかと申します。そしてその時に初めてこの男の人が、ああ本当にそうでした、私は妻がもし私が先に死んで嘆くであろう、その苦しみ嘆きを代わって今苦しんで嘆いてるんですねと晴れ晴れとして戻っていったという話でございます。この人にとって苦しみがなくなったわけではありません。しかし苦しみでなくなった。私たち生きている間、苦しみをなくすことはできません。でも苦しみでなくすことは私たちの自由にかかっております。私も実はフランクルに助けてもらったことがございます。修道院に入ってアメリカに派遣され、学位を取るために勉強しておりましたときに、フランクルの著作集が課題として与えられました。あるときその中に見慣れない、聞き慣れない言葉を見出しました。それは、
天との契約という言葉でした。収容所の中で人々は自由を全く奪われ、人間の極限状態に置かれ、毎日毎夜死の恐怖にさらされておりました。ところが一人の囚人が体験談としてフランクルに語ったそうですけれども、この人は自分は自分の最愛の母親のために生きなければいけないと決心したそうです。そして天と契約を結ぶことを思いつきました。もし自分が死なねばいけない運命にあるとしたら、それは母親に生きながらえることを送ることになるのだという契約です。そしてもし死まで自分が苦悩を忍べば忍ぶほど、自分の母親はそれだけ苦しみの少ない死を迎えることができるのだと天と契約を結んで、そして戦争が終わるまで生きながらえることができたそうです。この部分を図書館で私が読みまして、あ、私もこの天との契約を使っていきようと気づきました。30歳まで外で働いて、母と二人水入らずで暮らしておりましたが、制限年齢30歳の間際に、母とあまり折り合いの良くなかった兄嫁に、兄の家族に母を残して修道院に入りました。44歳の時に私を産んだ母でございましたから、私がアメリカに派遣された頃にはもう80歳近かったと思います。アメリカにおりましても母のことがいつも心にございました。この天との契約という言葉を聞きました時に、あ、そうだ、神様、私は喜んで笑顔で辛い言葉を聞きますから、どうぞ今日一日母が辛い言葉を聞かないで済むことができるようにしてやってください。食卓に口に合わないものが出てまいりましたときに、気取られぬようにそれを喜んでいただきます。ですから神様、どうぞ母の食卓に一品でいいから母の口に合うもの、それを出してやってください。果たしてこの天との契約のおかげで母が辛い言葉を聞かないで済んだか、食卓に好きなものが乗ったか、それは分かりません。でもこれは私に生きる力と勇気と、そして母のために何かできる喜びを与えてくれました。天との契約は聖パウロがテサロニケの信徒に送った言葉、いつも喜びを忘れずにいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという、その言葉を助けてくれるものではないかと思います。パウロが言った、いつも喜びを忘れないでいなさいと言った、その喜びは、子供が思う通りに行きたい大学に合格した喜びでもなければ、宝くじに当たった喜びでもなければ、
思う通りに物事が運んだ、その喜びを指したのではないと思います。それはちょうど十字架の上でキリストが苦しんで死んだ。しかしそのキリストの死と苦しみのために復活の喜びが与えられた。その苦しみを通し死を通しての喜びだと思います。絶えず祈りなさい。学生たちは携帯を握りしめていつも誰かとつながっていたい、メールが返ってきてるだろうかということを気にしております。私たちも天との契約を結ぶことによって抜き差しならないつながりを自分の生活の一コマ一コマと神との間に作ってしまう。それが絶えず祈っているということに該当するのではないかと思います。そしてどんなことにも感謝しなさい。いつもおかげさまでという気持ちを持って生きること。最愛の妻が自分に先立って死んだこと、それもありがたいことだった。そして自分が生き残って妻の代わりに苦しめること、それもありがたいことだった。そういう気持ちを持って生きることが天との契約を結ぶことによって可能となります。私たちもこれから毎日の生活の中でこの天との契約を結びながら生きていきたいと思います。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。ペトロの手紙1、2章20節。